やりました、やりました、やりました、やりました。はい、陽介です。今日は5月の7日土曜日ですね。今日もちょっと糸島にやってきました。4日と5日はおかげさまで肩がいいキスがね結構釣れましたので、今日も釣れるといいんですけど、小潮で6時20分が干潮だったかな。で今がねちょうど7時ですね。で少し根がかりが心配なポイントではありますので発泡進化つけてます。とりあえずね25号ぐらいでやっていきたいと思います。ちょっとね釣れないようだったらポイントをまた移動しようかなと思ってます。では今日も最後までご視聴の方よろしくお願いします。ラインも P ラインも1号でとりあえずやってみます。で根掛かりとかがないようだとちょっとね細いラインに変えて仕掛けもね少し変えながらやっていきたいと思います。ね、いい当たりが入りました。ちょうど4色ぐらいで当たったかな。1投目から早速当たりました。型もそんなに悪くないと思うんですけどね、ちょっと早めに上げてみます。ナイスキス、やりました。1匹目、よいしょ、はい、1匹目、19センチ、19センチからスタートです。おお、すげえ、めっちゃくちゃいい当たりだ。見えてますかね。もう5色ちょっと投げてもうね10メーターぐらい引いたら当たりました。今日はですねちょっとどこに行こうか、まあ毎回なんですけどねどこに行こうか迷いました。で視聴者の方もねなんかいろいろとやっぱり行く場所をこう動画とか見られたりとかいろんな情報をもとにね行く場所を相当悩まれてるみたいですね。コメントとかもねいろいろいくつかいただきました。ありがとうございます。日によって、まあ、潮も変われば天気も変わり、昨日良かった場所も今日釣れるとも限らないですし、まあ、前回の動画で、4箇所ほどねこう回りましたけど、まあ、釣れなければ早めにねポイント少しずつずれたりとかもう見切りをつけてねがっつりポイントを変えたりとかそういう釣りになるんじゃないかなと思ってます。で今日はねちょっと腰痛もしんどいので今日あまりね人がいなさそうなところで隅っこの方でちょっとのんびり釣らせてもらおうかなと思ってここにやってきました。ただ朝一からいい感じですね。あ、やっぱり楽しいですね。ぎっすりは。お、来ましたね。3連。トリプルですね。やっと。よいしょ、3本針に。やりました。カスもね高そうなので5本針に変えました。これでちょっとやっていきます。わ、ちょっとね雨が降ってきました。すぐ止むと思うんですけどね。わ、何も持ってきてないな。よいしょ、ちょっとね5色でいい当たりが入りましたね。上げてみます。まあまあですね。
寝掛かりもないみたいだし、ちょっと型がね、キスの型があんまり大きくないので、少しね大きめ狙っていこうと思います。で、ラインとかを変えました。 P ラインを 0.6 で、新刊をねデルナーに変えてます。デルナーの27号ですね。これでねちょっとやっていきたいと思います。今のところ当たってるポイントは5色ちょうどですね。で、手前に引くときにですね、あの藻がなんだ、この藻は何なんですか。これですね、これがね、これがよく引っかかってきます。さっきね遠いとこからあのダブルで上げてきた時ものすごく重かったので、なんか違う魚かと思ってました。で、あの先っぽについてた丸いやつはねゴルフボールでした。ゴルフボールに苔が生えて、あの海藻がついてましたね。ちなみに今日のタックルですねはいつもと同じです。今日は、ロッドはアクセルスピンの方を使ってます。アクセルスピンと、フリーゲンで、今、ラインは P ラインは 0.6 ですね。で、天秤は、デルナーの27号を今使ってます。で、針はですね、闘魂 T1 の、7号ですね。7号の今5本針でやってます。やりました。20オーバーの1連よいしょ。やりました。また20オーバーのダブルです。お友達がちょっとね他のところで釣りしてるみたいなので、今日はね、撮影はもうここで終わりにしたいと思います。ゴールデンウィークの間に皆さんにね、たくさん動画見ていただいてました。で、いつも以上に高評価ボタンとかですねチャンネル登録いただいて、本当にありがとうございました。今日でゴールデンウィーク中の動画の撮影は最後になります。多分まあアップするのは来週になると思うんですけど、本当にありがとうございました。いい動画を上げていければいいなと思ってます。これからまたね暑くなりますので、皆さん水分補給とか熱中症には十分気をつけられて、楽しい釣りをどうかされてください。で、今日の釣果ですね、よいしょ、小さいのはねもうリリースしました。張り飲みしてる分はね取ってますけど、それ以外はもうリリースしました。もう基本メインが19センチ前後かな、もう多分20センチ前後で一応なんとかねもう詰め気はしてると思います。今日もねいい釣りができました。まあ量計の2連とかもね何度かありましたので、楽しい釣りになりました。ありがとうございました。
では今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴の方ありがとうございました。またチャンネル登録とか、高評価ボタン、いいねボタン、あとコメントもねお気軽にお願いします。ゴールデンウィーク中にね浜の方でいろいろお話しさせていただいた方とか、餌を分けていただいた方とか、間にね入らせていただいた方とか、たくさんいろいろねお世話になりました。また釣り場でもしね皆さん見かけたらお気軽に声をおかけください。では今後も陽介チャンネル、陽介釣りチャンネル、よろしくお願いします。失礼します。